ったミスユニバース世界大会で日本人が48年ぶりに優勝しました。世界一の美女に輝いたのは森理央さん20歳。彼女の素顔に迫ります。And so Miss Universe 2007 is Japan. I couldn't think anything. My brain goes like white. And then 2 seconds later, I was so thankful. Thankful to my parents, my national director, people who support me. I'm so thankful. Thank you so much.メキシコで行われたミスユニバース世界大会で日本代表の森理央さんが優勝。日本人では48年ぶりの快挙です。日本人初のミスユニバースは1959年、小島明子さん。アジアで初めて世界一の美女が誕生した瞬間でした。そして今回栄冠を手にしたのが森理央さん。身長175センチ、抜群のプロポーションで美女の頂点に立ったのです。高校に入ったぐらいから、うん、自分の中で目標があったんじゃないですかね。リオならいつか絶対大きくなるって思ってたので、まあ、嬉しいです。リオさんは地元の中学校を卒業後、16歳の時カナダのバレエスクールに留学。現在は母親が運営するダンススタジオでインストラクターとして働いています。幼い頃からダンサーを目指していたリオさんがミスユニバースに挑戦した理由、そこにはある女性の存在が。きっかけは、私はクララさんをニュースで見たんですよ。その時に彼女の目の輝きというものにすごいグッときまして。そう、それは去年のミスユニバース世界大会で2位に輝いた知花クララさん。リオさんは彼女に憧れてミスユニバースを目指しました。先輩としてサポートしてきた知花さんは今回の快挙について。グランプリだったすごい、もう本当びっくりしましたね。もう本当大きなことを成し遂げてくれたなっていうふうに思いますよね。リオちゃんのこうまっすぐさとあのエネルギー、やっぱりこれをもってリオちゃんが自分自身のプレゼンテーションに成功して、あの舞台の上でキラキラと輝けたんだと思うので。 And so Miss Universe 2007 is Japan. Congratulations Japan, Miss Universe 2007. どれだけ社会に貢献できるか、どれだけ自分が頑張れるか、自分自身に期待したいと思います。そして一夜明け、つい先ほど最新映像が入ってきました。 And I found that all the candidates, 77 countries, they're such a nice person, they're inside.いやもう去年2位の知花さんがもう相当すごいもんだと思ってましたけど、今年もうね2年連続で2位1位となったっていう、今度は優勝ですからね。はい、もう本当にそんな偉業を成し遂げました。このリオさん一体どんな方なのか改めてご紹介しておきましょう。やっぱり等身大なんですかそれ。あ、こちらそうですね、等身大。やっぱすごいな。まずじゃあこちらからいきましょうか。もうこの長いスラッとした足、私も一緒に並んでると腰以上、腰の高さ以上ですね。足の長さだけで。お腹出てないね。お腹ちょっとね、このウエストキャッキュッと。さすがダンスで鍛えてるって感じだね。いやでもこのプロポーションを維持するために、うん、炭水化物っていうのはなるべく控えて、チキンなど結構食べていらっしゃったそうです。お蕎麦とか食べないんだ。炭水化物はなるべく控えていたんだそうです。甘いものも好きなんだそうですけれども。力あるわ。抜群のプロポーションですよね。じゃあどんな方なのか、ちょっとこちらご紹介しましょう。はいはい、1986年12月24日静岡県生まれの20歳です。身長は175センチ。先ほどね、等身大パネルでもご覧いただきましたけれども、お母さんがダンススクールを営んでいらっしゃるんですけれども、そのお母様の影響でジャズダンスを4歳の時から始めています。そして16歳の時にカナダにバレエ留学しました。クラシックバレエですか。はい、あとジャズモダンジャ、ごめんなさい、ジャズダンスですね。ジャズダンス、はい、
そして、もうカナダに留学していますからもう英語もペラペラと、そうでしたね、そして帰国後ダンススクールお母さんのダンススクールで一緒に講師をしていたんですけれども生徒さんからも評判はかなり良いということで、まさに才色兼備。最近結構ね日本ってね、はい、女の子なんかも結構お嬢様系っていうか可愛い子がやっぱりなんか基本じゃないですか、はい、でもちょっと違いますよね、たくましいというかね。そうですね、キリッとしてますよね。リューシーリューさんとかにちょっと似てる感じですね、雰囲気ね。多分外国人が見た一番綺麗なアジアンテイストの女性っていうのがこういうやっぱワイルドで強そうな野生的な、知花さんの昨年もそうでしたよね、はい、すごくやっぱりよく似た感じで綺麗だなと思います。自分でなんか意思決定ができる感じがします。そうですね、男に頼んない感じがいいですね。強い、20歳にしてすごいですよね。ボンドガールにもなれそうですよ。確かにそういう感じがしますよね。江田さんいかがですか。いや、 やっぱり最近ほら中米とか南米が優勝してるじゃないですか、はい、だから今あの太田さんも言ったけど国際標準的な、あれから見た日本美人がこれなんでしょうね、うん、外国人が見たね、はい、だって我々から見たら必ずしも日本美人じゃない、うん、美人だけど、いや、そうですね、日本の男も幼稚だから女性にこういうものを実は求めないじゃないですか。正直怖いですよね。だから正直森さんみたいな女性を相手にするのは怖いですよ。自分じゃない、僕なんか怖い、僕なんか怖いです。いや、だからそこですよね。でもそういうことじゃなくて日本の男性に合わせてないですよね。ああ、そうかもしれない。世界基準ですね。それが素敵なところだよね。何か文集にあった、文集はでね、世界で一番モテる女性って言われてるんだけども、はい、そうなのかな。これでやっぱ世界で美的にも一番ということで、素晴らしい、日本男子何やってんだっていうやつ。そうですね、そうですね、パソコンで読んでる時点でダメです。